私のふるさと松愛はこの辺りです。宇土半島の南側を走行しています。右側に宇土半島と鳥羽瀬島を結ぶ鳥羽瀬海峡が見えます。右側の島が鳥羽瀬島です。右側の海は不知火海です。有名な熊本みかんはここで採れています。松愛の救いの裏部落です。あ、もう次はすぐ松愛だ。そうそうそう。六地蔵トンネルが見えてきました。本立てをもらったか。あ、そうだったかね。もうね、郵便局長のね、あれだったか。そうして。ここでは駒を回したり、面子をしたりしてよく遊びました。私が飼って住んでいた家は解体され、井戸だけが残っていました。昭和11年建立とあります。階段の上から見下ろしてみました。向こうの方は不知火海です。松愛小学校に来ました。ずいぶん立派になっていますが、当時は木造の平屋でした。創立100周年の記念碑がありました。創立は明治9年で、今年で135年だそうです。二宮尊徳の像は当時のままです。港に出てきました。ここでよく泳ぎました。
1999年9月、台風18号で高潮が発生し、犠牲者が出たので、このように頑丈な防波堤ができました。海の中にある営農神社の鳥居です。営農神社です。営農神社本堂です。起源は和道6年、713年と言われています。海の神様、和田光の神を乗せた巨大な栄が海から上がってきて、その尻尾がこの場所に鎮座したので、営農神社となったと伝えられています。昔は不知火は営農神社からが一番よく見えました。海側から見た本堂です。本堂の前に土俵がありました。海側の参道です。父の郷里は松愛の隣、旧大竹村三船です。東京帝国大学に産婦人科を創設した浜田玄達先生は父の縁戚で、この三船の出身です。これは浜田先生のお墓です。鳥羽瀬橋です。向こうの島は鳥羽瀬島です。